ウジェーヌ・ルイ・ブービエ著作の通販ウジェーヌ・ルイ・ブービエを専門とした。パリ国立自然史博物館の教授などを務めた。ジュラケンのサンドーランアニコール・グランボーで生まれた。ロン・イコール・ルイコール・その市範学校を卒業し、各地で教師をした。1882年から、パリ国立自然史博物館で研究員として、アルフォンス・ミルヌ・エドワールや、エドモン・ペリエの下で研究した。 ミルヌ・エドワールとフランスの深海調査船、トラバイエ号とタリスマン号が集めた海洋生物の研究を行った。1887年に甲殻類、軟体動物の分野の分類学的研究で博士号を取得し、1889年からパリ薬学高等学院の准教授となり、1895年から自然種博物館の博物学の教授職となり、 1917年から昆虫学の教授を務めた。1931年まで昆虫学の教授を務めて、その職をルネ・ジャネルに譲った。初期の研究は、甲殻類と軟体動物の進化の問題を研究し、アリなどの社会性昆虫の行動学や感覚機関の研究も行った。1902年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれ、 1925年にはアカデミーの会長を務めた。1922年にはレジオンドヌール勲章を受勲した。1894年にはフランス動物学会の会長。1897年にフランス昆虫学会の会長を務めた。南極大陸のブービエさんはブービエにちなんで名付けられた。ありがとうございます。